シンバットはアメリカ合衆国のコメディアン、俳優である。1956年ミシガン州ベントンハーバーに生まれる。地元の高校を卒業後、コロラド州のデンバー大学へ進学した。大学時代には同大学のバスケチームにも所属した。大学を卒業してからアメリカ空軍へブームオペレーターとして従軍した。米軍所属時代から持ち前のセンスを活かして、 スタンダップコメディの舞台に立ち、軍の中のタレントコンテストなどにも出演した経験がある。退役後は芸名をシンバットとし、エンターテイメント業界でのキャリアをスタートさせ、1986年にテレビ番組ザ・レッドフォックス賞でテレビデビュー。その後もビルコスビー主演のコスビー賞などのシットコムへ出演して徐々に知名度を得ていった。 1987年から1991年までコスビーが制作した A Different World のレギュラーとして出演が世間から受けて一躍コメディアンの仲間入りを果たした。1993年には自身の冠番組ザ・シンバットショーも制作されコメディアンとしてカッコたる地位を確立している。映画への出演でも知られており、1997年に出演した ジングルウォール・ザ・ウェイでは、アーノルド・シュワル・ツェネッカーと共演し、子供のためにおもちゃ探しに奮闘する父親をコミカルに演じて印象を残している。同作品では、同年のブロックバスター・エンターテイメント・アワーズで、助演男優部門の優秀賞を獲得した。近年では、アメリカ国内の各地でコメディライブやトークショーも頻繁に行っており、コメディアンとしてさらに活躍している。 2004年9月、キャンプ、ザマうちのアメリカンスクールにて2004年9月に、神奈川県相模原市内にある、在日米軍のキャンプザマを訪れた。その際には、基地内にある、アメリカンスクールも訪問して在校生と対談も、している。また2007年3月10日に、米軍主催の、ジャパン GI ブルースへ出席するため、東京都福生市にある、横田基地も訪れた。 その際にはコメディステージも開催している。1986年にメレディス・アドキンズと結婚して二次を設けるが、1992年に離婚。10年後の2002年に元妻と再婚し、現在に至っている。ありがとうございます。